おはようございます、こんにちは、こんばんは。ロンリーデジタルパフォーマーの関口あゆみです。今日はこの 3Doodler を使ってユニコーンを作ります。まず紙の上に足元から描いていきます。空中がキャンパスになる魔法のおもちゃなので下書きができません。頭の中で立体をイメージしてから描き出します。はじめは写真とか何かお手本になるものを用意するのもいいかもしれません。広い面の部分を作る時などはこのように網目状にして描くとやりやすいです。だんだん形になってきました。次にフィラメントのカラーを取り替えて尻尾とたてがみを描きます。ちょっと夢中になりすぎてフレームアウトしてます。すみません。こちらはちょっと見にくいんですが透明と白のフィラメントで羽を描いています。次にユニコーンを乗せる土台です。虹色の土台を作ってます。このように平らなところで土台を作っておくと繊細な形のものでも立てて置いて飾ることができますよ。接続部分にフィラメントを流して固め、羽と足元と土台をくっつけていきます。はい、じゃん、完成です。はい、こんな感じで架空の動物でも何でも想像したものが立体に描けちゃいます。とても楽しいので、ぜひ皆さんもやってみてください。またね。